空中アテンプしてこうして降りてきたところがさあ、ブレーこっちでも降りてSKJ ビレッジ。はい、おはようございます。SKJ ビレッジです。ずっと。さよそう。心配です。はい、本日のスマロー企画は、それ、俺の持ちキャラですけど、バトルでございます。例えば、僕の持ちキャラと言える、まあ、ベレトス、セフィロスみたいな、この2体を自分で言います。それでもう一人対決するんですけど、まあ、持ちキャラなんで、僕の持ちキャラなんで、絶対僕が勝つはずなんですよ。それを、どっちかを2人に選んでもらって、まあ、バトルすると。もう理論上絶対僕が勝ちます。その代わり、挑戦者が、まあ、アイテムとかステージを選んでいいということにします。が、基本的に自分の得意なキャラ2キャラ、対策も強みを弱みも分かってるのに負けるはずないということで。で、僕が初期無双させていただいた、ちょっとパルテラとインクリングで。初期無双してたんですか？あの、個人的には無双してました。個人の中の話です、これは。じゃあパルテナで俺は。おー、じゃあまさに。インクリングありがとうございます。はい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 、はい。これはもう負けないっす、マジな話で。もうシンクがパルテナ使ってる時、変な企画の時しかわからません。で、しかも初期無双してましたんで。いや、初期無双したよ、それは。自己評価大事ですから。スナブライスキー初期ってことでしょ。まずい。確かに無双してる感じがする。何初期に無双してたって感じがする。まあ、だって俺とインクリング、言うぞ。俺らのインクリング。あ、やばいやばいやばい。うえぇ、ー、跳ね返ります。おっそうだよ、これここ。おぉ、なんかあ、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 危ねぇ。それついには危なかったですか。まあ、マジか。そこでスマッシュ振るのはやっぱあんまり使ってないから出ます。あ、当たりたい。それは当たりたい。これは欲しいね。いただき。おぉ、その取り方はナイス。これはね、最強です。これどこだな。あ、これも最強なんで、公式で。あ、これは、俺は狙わなくていいんだ、あれ。あんま。なかなか再活から出てきません。ね、さあ、キノコです。あ、まあまあ、でも、初期無双なんで。あ、これ。あら、あビュー。あ、ビュー。あ、ナイスアンダー。あ、わかりません、それは。でも、まあ、全然五分です。意外と。あー、取れた。まあ、こういうことか。ハイキリングです、いきなり。あ、ナイス。ちょっと、まあ、ナイスです。かなり、負けましたけど。まあ、こういう企画なんで。今日は、あ、一応これ、今日は、これデモンストレーションなんで、まあ、はいはいはい、まあだから、初期では無双してたんですけどね。だから動画ではもう一回も起きないけど。あ、そうだ、最初にやって、動かないとみんなプレッシャーあれやばいじゃん。じゃあ、プレッシャー消してくれたんで、もうじゃあ起きないって。あ、もう起きないです、もう起きないです。もうだってこのパターンはもう見なくていいんで。やばいやばいやばい、やばい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 。S が絶対。もうデモンストレーション終わったんだ。もうデモンストレーション終わったんで。S が使えないキャラでしょ。え、龍拳でいいっすよ。ミスター自滅。え、じゃあいいっすか、龍拳で。いいっすよ。龍拳です。でも勝ちました、これ。S 今のとこ 100% だよね。まあ今のとこ 100% っす。その、俺らの中で記憶し始めてから充実しなかったことはないです。じゃあ、龍拳で。まあ龍拳なんで龍拳。お、アイテム？龍拳用アイテムにさせていただきます。龍拳アイテム、ジェットパック？それ自滅用入ってるじゃないですか。自滅対策じゃん、それは。復帰セットにしよう。お前、そのなんか。え、その弱点は消えた、これで。まあ、この、入ってやすいな。復帰セット。え、弱々昇竜が、あの、赤の方が強いっしょ。最強、それ。やった。合いませんか。いや、逆か。逆だな、これ。今逆ですさん、おそらく、おそらく逆。ちょっとやばいってそれ。絶対やばい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 。あ、やばい、これは絶妙だ。バイク、デッドスターリング、もしあった。あれ、どっちかな。運気見た。はい、持続かも。はい、バイバイ。持ちキャラ2連敗はまずいか。いや、持ちキャラじゃないんだよな、マジで。キノコついて持ちキャラの逆ってこと今の。苦手キャラってこと。苦手キャラになっちゃった、キノコつけて。持ちキャラ何？それ気になるわ。持ちキャラすごい気になってるわ、今。勝った方がいいな、これは一旦。うん、基本勝った方がいいな。ジョーカー、スティーブです。うわぁ。じゃあ僕、ジョーカーで。はい。もうキャラ選んだんで負けないっす、僕は。
絶対に。まあそうですね。普通そうだと思うんで。キャラ選んだら。それを証明しないと、やっぱおかしいなことになってるんで、今。ジョーカーとかだと一番上がってるよね。一番最初のビップ痛い。ちょ、スティック効かないっすね。持ちキャラじゃないから。持ちキャラじゃないから、スティック効かないわ。ガンボン、ガンボン、持ちキャラじゃないって。ナイス！これ前取られた！頑張れ、シンカー！ノリスキャッツさん。あ、何でしたマヒマジン。見てるぞ、左に。俺だ全部ナイス、いけいけいけ持ちキャラ負け、いけ、俺以外にも仲間を増やしたい、今ドラキュラの上に左にあります、兄貴頑張れ俺だナイス、俺だ俺お、それがれこれ、やられたいあーお前、そんな斜めもいけんの全部ゼネラスうわ、最強モードまず、いっちゃん強いっすよあーかーやばいいい勝負あーエースの好きだえ取れんなやばい全部負けを取られるいやこれエース勝てるかなあなあなあエース大好きなエンハーエンハー掴んでーあおいエンハーエンハー大好きあおり決まっていけおいやここでのキャッチャーでかいキャッチしているバカめどうやって勝つぞ！これだけで勝てるぞ、スティーブ！これだけで！おっちゃんなのか、おっちゃんなのか、おっちゃんなのか、おっちゃんなんで、おっちゃんなのか、おっちゃんなんで、おっちゃんなんで、俺一挙落として、もう満足したんで。持ちキャラ使ってないキャラでこんだけ先制されたら、実は俺の負けなんで。あ、まあね、大人げないからね、それもう。俺の負けなんで、今のは基本的には。触ってないキャラ使ってるだけだから、これ。そうです、そうです。辛いです、負けがおいしいな、俺、これ。なんだよこれ悔しいもうすでに S 剣キャラあんま使ったことないよねいや負け確っすねそれじゃあルキナアイク迷うなじゃあどちらでもで S の負け確負け確です負け確まあでも一応迷うわ、まあ、ちょっとアイテムを決めるわよしこれでどっち選んでも勝てるおまあでも負け確ではあるまあ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 でも価値格ではあるのかな不安ではある不安ではある攻めるはもう負けて当たり前なんで負けて当たり前の方は胸を借りる気持ちでやっていいですかね素直あっうわーナイス銃ももらったやべえ助かり問題さあリーチはこの銃キラーは持ってますがはいカンボーンさあ今一転して銃がルキナの目の前にそれって最強なんだっけマジでチキキャルで食らっちゃダメですよさあ30分はやったいますカウンターだがレイガンを取ってビューレイガンはこれ弾数多いんでビュービュー奇跡じゃないのかアイクはビュー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 さあキラーマシンまでやっああビュービュー現実の勝ちやわ。やったー！分かった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 ！喜んじゃダメだ。俺アウチだ。まあでも分かしがったんで。もう勝って当たり前だから。勝って当たり前ですから。決して喜ばないわ。決して。頼むよ。うん。頼むよ。負けて喜んでいいよ。マジの話。オッケーじゃあいずれも喜びます僕は。確かに。ここです。殴って。壊して。殴ってえどっち見てんの俺あ俺があーコッコの恨みはあ俺もやられてるいやでも S が主にやられてるコッコが乱数すぎてわからんあバーを持ってゴー、コッコの恨み変え勝ったいや2人とも倒したこれはいや今回は進化だけだ進化だちゃんと当てたから殴るなコッコオッケーコッコ使いましたねオッケーうまーただ奪ってまたわか知らんけど強いビームありますよコマも結構強いですよやねーこれうわここにダウンされたここ復帰組織割っていきますまあ耐えてるあ、やばいここ怒ったどっちどっちたぶんエスだと思うなやばいカウンターするカウンターここビームもあるよいやカウンターにしのいでいるここ適切にさばいていく危ないあ、やばい喜ばないで喜ばないで喜ばないであ、やばい思わず喜ばないやばい負けた
めっちゃ先生じゃないっす。喜ぶ、喜んだら進化の勝ちやっちゃう。やばい、喜ぶほどの感動的だったわ、マジで。やばい、まだ立場が分かってる。よかった、S の持ち殻でこんな前線できたら、まあいいや、全然。早く進化の持ち殻が見たいな。いや、これクッパ選んだらサムス超きつくて、サムス選んだら俺サムス苦手なんだよな。いいとこ来てるね。俺クッパ行きます。はい、 S サムス。 S は飛び道具やばいから、これつけよう。おぉ、それ強いわ。それ OP だな、かなり。俺は火しかないから、これで。それはいいアイテムチョイスだ。いや、これはでも、まあでも負け格なんで。いや、もうでも勝って当たり前なんで、こっちは。普通に。勝って当たり前ではありますよね。もちろん。さあ、掴んで、ぐるぐる。ブセウク。やばい、勝ち格かも。負け格だ、俺。お、掴んで、クイウエ。あの、バッチを取られたくない。これ、後ろ側取っていって。で、こうやっていくっていうのは。何が飛んのかな、あれ。飛んなそうだ。でも、じゃあね、バイバイ、ビュー。負けたくなのに勝ったらどうすればいいな。まあでも、俺、2回負けてるから、全然大丈夫。まあでも、その、なんていうの、キリング数では全然。まだまだ差がついてるみたいな。まあでも、一歩俺に近づいたと言えるよ。まあ、もちろん。君、俺の後ろ、君。だから、俺も多く聞くは出れない。よし、これはでかい。じゃあ、カービィ、ガオガエンで。おー。俺、カービィでいいっすか。はい。じゃあ、ガオガエンで。まあ、こう大事な一戦です。マジで、負け格だわ。クソ強え。まあでも、水だけは気をつけた方がいいっすよ。いつもやってるんで、君。逆にそれだけを言われないようにカービィを選んだ感じするんだ。はい。さあ、食べ物、いただいて。それがハモるのは結構珍しいです。一緒に行こうか。うおー、あ、今すぐ海したらいけたよ。いけたか今。あぶな。何それ。あ、何。さあ、ドア作りたい。ドアツ食うのは最高。これ食ってよー。いや、ただドアツの代償でかすぎる。おにぎり、おにぎり、やばい。かなり余裕あって。よし、いただいて。まあ、勝って当たり前であるんですけど。おー、危ないところで。くそ。さあ、そろそろ決めたいが、オムライですよ。さあ、モンブランケーキ。こいつ司会してない。喜べは俺の勝ちだったよ今。え、喜べは俺の勝ちだった、進化が。でも喜ぶこともしないくらい余裕だったってことね。喜ぶことは全然できない、普通に。だって当たり前だもん。当たり前のことはしなきゃだから別に。まあ、負け格なんだよ、これは。ちょっと待って。もう、いよいよやばいわ。いやー、リドリーホムヒカ。まあ、どっちでもいいんですけど、まあ、強いていいなら。強いていいなら。あまり聞かない、馴染みのない。強いて言うなら、まあ、リドリーっすね。オッケーです。俺はホムヒカね。さあ、デクの逆に投げて。ホムラに切り替え。さあ、賭け最強のホムラ。さあ、落とし穴あります。うわっ、うん、あれ、ガード効かねえんか。ガード効きませんから。やべえ、ガードちょっと反射的に。さあ、ブレイズエンド強いです。クーシタ、やっぱホームランかなり使えるといったところ。落とし穴あって、あれ取ったらブレイズエンドガキャウェビー。ブレイズエンドガキャウェビー。空中で当てるして、こうして降りてきたところが終わった。どうして、こっちでも言って、で、こうします。こういうコツは3連発ハイパーかって。あ、俺もこっちゃ、めっちゃ喜んで、ちなみに。やばいやばい。あ、まあ確かなんで、確かなんで。お、あまりにも面白くて喜んだ、今回は。そうだな。ごめんなさい、まあ喜んでしました。喜んでも良くないか、人は。喜んでいいっすよ、勝ち格じゃないんだなっていうだけです。じゃあ、スネミウツーで。スネミウツー、まあスネに行こうかな。スネ、いいね。まあでも負けて当たり前なんで気が楽っすわ。進化さんまだ傷ついてねえから。俺も気が楽、勝てるから。おお、かっこいい。唯一傷のない男を倒す。なんなんだこれは。体術スネーク強いぞ。え、うまくね。いや、なんで、え、なんか待ってんの。ごして、うーして、キャッチして、ただニキータがあって
あーっ、まさか、やばい、キンタマですもん。ビョー、おー、うまいか、じゃあこっちに着替え。あさすが喜びたい。はい、ニコチーカー、ビョーそう、俺は喜んでいいんだっけ、当たり前か。なんか同じ人に抜いたスネークの方が上だったってこと。見てる、それも見抜いた。いや、でも見抜いたね。まあ、見抜いた、見抜いた。でももう唯一、傷ついてなかったけど、傷がついたんだよ、ついに。うん。そこだけは。でも嬉しい。嬉しい。うん。嬉しいよ、もちろん。俺の持ちキャラを、初めて触るキャラで、倒した実力者がいることが嬉しい、俺は。まあ、嬉しいわ、じゃあ、嬉しい。俺も。ナイス、両者。俺も嬉しい。両者嬉しいです。ナイス。クラウドテリーでいきます。じゃあ、クラウドで。やばい。もうやばいんだ。まあやばい、今クラウド使う前提で喋っちゃってたわ。かなりバカです俺は。表現ずるくないっすね、この。やばい、8ですよ。8に切られたのは進化。そして、それやばい。あ、さすがに。でも8がいるうちは無理だ、さすがに。何なめられてますか俺。お互い様です、それは。いかないな。見てる見てる。あーれー、8からの差がきつい。おお、ナイス、人投げビュー。おお、ナイス。自分が仕掛けたんですよ、シンガーさん。あ、また死ぬの。それだけに苦しめられて。あ、サガさん、蜂に疲れて。で、こうしてちょっと、何してる、何してるの、何が。あ、でも、ほんとしっかり蜂がいった。そう、こうもありますよ、これ。なんでこの端ついてる、なんでなんでなんで、あーお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 ーわーおーイベスト取られたの、やばい。いや、ほんまずいな、一気にやばいわ。まあ、ゲイさん、ボーアー、嬉しくない。ゲイさん、ボーアー、嬉しくない。あれあれあれ、ちょ、見張ってたんですけど、爆発したかなと思って。バーゲイザーだけ言って嬉しくはない。バーゲイザーが嬉しさの爆発かなって思ったんです。危ない、よく見極めた。俺の嬉しさゲイザーじゃないこと分かったのが偉い。いや、嬉しさかなと思ったんですけど。まあ、かなと思った。まあ、じゃあまだちょっと足りないかも。勇者ヤングリンクで。じゃあヤンリンで。旗あるね。旗危険用事で。いいわ、旗。まだ痛い目見てねえか、進化。こいつ旗取りに来てないか、進化。いいよ。うわ、ヒーロー、もうし。うわ、ここにもう、なんでいらっしゃるの。ナイス、ナイス。まあ結構、まあボスと言ったらそいつ勝ちしよっか。あゆみさん、何やったんだよ。どうしたっす。後悔やめろ、お前ら。よし、バギー逃げて。いいよ、勇者、バギーくん。フラッグ効果です、これ名物。これ何にも体勢に影響ありません。あえてはしごキャッチ、逃げ。おお、いったふり逃げ。まずい。ああ、嘘です。いや、もう今日でしょ、これ勝ちだよね。いいっすか、これは勝ちでいいでしょ。まあ、でもね、これはある意味喜んでいいかもわかんないけど。なんか普通にあんま、なんか特殊ルールだったんで結構。これは喜んでいいんじゃないかわかんないけど。初めて。結構接戦だったんで。まあ、これは初めてお互い喜べるかもわかんないけど。ドンキーガノンで。おー、ガノンです。なるほど。いい選択だ。まあでも、勝ち確なんですよね。勝ち確ですよ。これ絶対、絶対勝ちます、これ、ぶっちゃけ。足が長いです。今五分ですよ。いい対決だ。なんか普通に。ナイス。いや、なんか S の方が落ちてるか、これは。あえて出て。出して。お、うまい。復帰が。出んな。バーン。オッケー。オッケー。
うわまだ分かりませんよ、全然どちらも爆発力があるファイターです。カマキャッチからのいやーバトライタイム喜んでいいよいいはずこれは。まあでもシンガもナイスって言ってたんで、まあ、うん、いいんじゃないですか。シンガもなんかナイスって言ってたら結構おもろいんですけど。なんか見守ってくれてるなんか俺の。なんかもう師匠なんだよ。俺の成長を基本的に見守ってくれる。結構ナイスってちゃんと言ってたよね。そうなんか曇りなき感じで。